ケイリン氏は中華、人民共和国構成地湾族自治区に位置する地球市、玉江の支流であるリコーに沿う町である。カルスト地形でタワーカルストが林立し、絵のように美しい風景に恵まれ、世界的な観光地である。国家歴史文化名城。真の始皇帝が築いた運河である霊居は、長江の支流の将校と、玉江最大の支流である西へ,へと流れるリートを 結ぶ運河で、ケイリン市公安県にあり、現在も運用されている。ケイリンは、昇降から利港にかけての回廊の中でも最大級の盆地がある場所に建てられた町である。ケイリンの岩用研究所をかつて著名な英国のカルスト地形学者、マージョリー・スイーティングが訪れた際、もしも、ここの石灰岩地形が最初に研究されていたなら、 カルストに代わって、グイリンという語が生まれていたことだろうと語ったという。古来、百越の住む地であり、旗の四皇帝が征服して、慶林軍を設置した。111年に市安県が設置され、湖南省に近いため、慶州霊領軍に属した。269年市安、高里はじめ安県が置かれて、初めて現在の慶林の町が形成された。 民進時代には長く後世の行政的、中心であったが、1913年に紹介は南嶺に移り、1936年戦争が迫ったため経林に戻り、1940年、市政施行された。1944年に本軍が占領。解放後、1950年にまた南嶺に移動。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。 六市かつ区一県九、市八県、二自治県を管轄下に置く。岩峰の間に広がる競輪市街理港と、造尾美山観光名所である理港から見た幻想的な風景公正省競輪市公正省競輪線区、公正省、平落線区公正地湾族自治区競輪市、公正地湾族自治区競輪地区、公正地湾族自,自治区平落線区、公正地湾族自治区競輪市、 厚生地湾族自治区経林市経林市街地のパノラマ杉ぎこの夜景。ありがとうございます。